はい、こんにちは、ランドロードのカズと今日はマデラです。はい、こんにちはって。今回はマデラの宝物についてお話ししようと思います。はい、マデラはね、宝物を持ってるんですけど、それが2つあります。1個目、この豚ちゃんのポヨーマちゃん、めちゃめちゃ年季入ってます。と、あとこのロープ、はい、ものすごく汚いあのロープです。これももうすごい年季が入ってます。あー、あなたも思うもんね。はいまあこの2つは多分マデラがね、この家に来た時に最初にあげたおもちゃなんですよ。で、それを今でも大事に遊んでるんだよね。ね、まっちゃん、他におもちゃを買ってあげて与えたりとかしたんですけど、まあ一時的にしか遊ばなかったりとか、全然遊ばなかったりとかで、最終的にこのロープとさっきの豚ちゃんのボールで遊んでることが多かったので、あれもしかしてお気に入りなのかなと思ったんですよ。で、うちのベルとかが豚ちゃんとかで遊んでる時にマデラ奪います。普通に返せって言ってね。あとはマデラが、まあ、豚とかロープで遊んでてもベルは貸してとかちょうだいって言ってるんですけど、絶対に渡しませんね、渡さないんだよね。そうで、なんかそういう姿見てて、マデラがすごいこの2つをすごい大事にしてたんで、もしかしたら人間の子供となんか一緒に見えてきたなと思いまして、小さい頃使ってたタオルとか、あと食器とか多分あると思うんですけど、それを今でも使ってるっていう方いると思うんですよ。まあ、捨てられなかったりとか、思い出があるとか、なんか馴染んでるとか、多分そういうのがあって、なかなか捨てなかったり買えなかったり、それがこの子にもあるのかなってちょっと思ったんですよね。ね、まあまだ言うても9ヶ月なんですけど、多分これが壊れるまではずっと遊び続けるのかなってと思ってます。はい、じゃあベルやルノはどうなのかなっていうと、あの子たちはそういうものないよ。おもちゃとか与えても、まあ、ちょっとうるさいかなおもちゃとか与えても、まあ遊ぶっちゃ遊ぶんですけど、すぐやめちゃったりとか、もうしばらくしたら遊んでませんねっていうのが多いんですよね。で、ウノとかもまだ3ヶ月ちょっとですけど、あの子は本当におもちゃにあんまり興味がないんですよね。はい、これ、はい、そう、興味がないんですよ。今も結構おもちゃ買ってあげてるんですけど、そんなに遊んでるイメージはないんですよね。それ見るとうちのマデラは物を大切に扱ってくれるのかなってちょっと思っちゃいました。はい、だから多分この子大きくなってもこのロープとブタちゃんはずっと遊んでんじゃないかなと思ってます。はい、ね、物をね、大切に扱ってくれるっていうのはすごいマデラにはね、感謝してます。ね、まあ以上でね、今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。まだ見てねって、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますって。はい、バイバーイ。